陶芸専門店アクリオのムービーライフ、まあ、よく動画でもこれ紹介してるんですけど、やらないわけにはいかないんで、ランブルフィッシュ、監督がフランシス・フォード・コッポラ、ミッキー・ローク、マット・ディロン、原作はアウトサイダーのヒントンで、まあギャング映画、まあ、ランブルフィッシュっていうのはまあベタのこと、まあ、ファイティングフィッシュって言われてるけど、まあ、ランブルフィッシュっていうのはまあちょっとこうごちゃごちゃして喧嘩するみたいな、これ全編モノクロなんですけど、中にベタが出てきてそれだけ色がついてる。アウトサイダーしかり、この映画しかり、ギャング映画といってもまあ昔のギャング映画、オーナーは小学生か中学生ぐらいの頃の映画で、これはまあ見に行ってないんだけど、このお店に来たお客さんからランブルフィッシュっていう映画があるんだよって初めて知った映画だったんだけど、ミキロークこうバイクに乗ってまあバンバン撃つシーンもあったりするんだけど、でマット・ディロンの兄役でミッキー・ロークが札付きのワルだと。マット・ディロンも、まあ、兄ちゃんに憧れてちょっとこうギャングの道に行きたいかなっていうふうに、オーナーも昔アメリカ行ってた時に、向こうで足がないとアメリカっていうのはね全然動けないから、バイクを乗ってました向こうで。もあれ何川崎だったかな、ちょっともう結構前の話なんで、30年ぐらい前の話ちょっと覚えてないんだけど、バイク屋で買ったんじゃなくて、今こうネットでなんだメルカリとかああいうのあるけど、昔はだからそんなのないから個人売買の雑誌っていう、でその中でまあバイク売りますよっていうのがこう出てる、まあ向こうで当時あれいくらぐらいだったかな、1000ドルぐらいだったかな、1000ドルぐらいでちょっとバイクを探して、その売ってくれるっていう人と電話番号載ってるから電話連絡を取るんだけど、その人のところに行くのに向こうの人は必ず一冊、家に一冊っていうか必ず一冊持ってたトーマスガイドブックっていう地図帳がある。向こうはあのストリートの名前とかこう載ってるじゃん、住所じゃなくて、でこのストリートの名前のこのアルファベットのこの S のところだよみたいな、なんとかストリートのこの S の ここだよみたいな、そういうやり取りで、あそこなんだと、まあその場でね現金払ってバイクをもらってくるんだけど、まあ、当然名義っていうのも変えなきゃいけないし、あと保険も入んなきゃいけない、でそれとアメリカも一応あの車検みたいなもんがあって、ガスチェックっていうのがあって、 DMV、 こないたのがカリフォルニアだったんで、カリフォルニア州のロサンゼルス近郊で、そこの DMV っていうところに行ってちゃんとガスチェックをして、でその足でそのままインシュランス保険屋さんに行って、保険入って、それでようやく乗れるっていう、そのバイクは足があるんで使ってたんだけど、ただ向こうでバイク乗ってるギャングっていうのはあんま日本みたいな暴走族っていうのはあんま見なかったんだけど、ただ泊まってたモーテル1ヶ月契約で借りたりするんだけど、そこの前で友達とダベってた時に夜中にパンって銃声がして、その家の前をダダダダダダダって走ってったやつがいて、うわやべえと思って水バーンって閉めて鍵閉めて、あれ絶対銃声だよなみたいな。だから結構行ってた頃も当時も結構危なかった、だから危なかったし、警官も結構危なかったよね、車とかで走ってる時に「ヘイイエロー!」とかって言われる警官に言われるんだから、それ当時からどっちにしてもアメリカっていうのはそのぐらいちょっと危険ではあったよね。お金持ってるような人たちがいる場所は安全なんだけど、まあ比較的ロングビーチもどっちかっていうと安全な方だったから、夜絶対にダウンタウンには行くなと、絶対だから、だから行っちゃいけないことをやっちゃいけないことを言っちゃいけないこと、これだけは守っとけって言われて、まあ実際その危険な目っていうのもまあ何度かあったことはあるんだけど、アメリカっていうのはまあそういうギャングにしてもちょっと桁が違う、まあ、当時もカラーギャングとかいたしね、日本では腰パンって言うけど、あれ向こうにいた時はクロススタイルって言ってて、クリスクロスっていうラッパー、子供のラッパーがいて、そいつらがそういう腰パン履いてて、でやっぱり向こうカラーギャングとかいたから、青とか赤とか黒とかで、特に俺がいたところはレイダース、メキシコ系のギャングが来てたから、そういうの着てると狙われちゃう、特に
日本人が東洋人がそんなの着てたらそんなメキシコ原理なんだお前って言われちゃう、まあ、そのぐらいちょっと危険な、もうスタイルで決まってるからね向こうは、うん、だからまあじゃあ向こうでどんな格好してたかって言ったら今言ったようにクロススタイルで T シャツ、まあ海に近かったからよく間違われたのがお前らハワイアンかって、いやフロム東京だそういう話、まあ、フロム東京だって言うとおーってなるから東京知らないやついないから怖かったけどなかなか面白かったけどね。日本にいるよりもやっぱり自由だし、日本っていうのは基本的に全てやっちゃいけない、許可を取ってやっていいですよ。アメリカっていうのはこれはやっちゃいけないよっていう感じだから。話が飛んじゃったけど、この中でも日記録撃たれるのかな刺されるのかな、まあ結局ギャングとか言ってたらもう殺されちゃうから向こうでね街中で俺強いんだぞって言ってるとやられちゃうから。ロングビーチモールっていうのがあって、それ通称マーダーモールって言うんだけど、なんでマーダーモールなのか察してくれって感じだけど、そこをねメキのガキがもうほんと中学生ぐらい、これ日本人で何人かでいるから、なんだお前ら、お前らここは俺らの島だぞみたいな、いやいや僕ら観光で来てるんだよっていうふうに、そのすごいやばいよね。あの観光地とかねそういうとこは全然安全だけど、やっぱりそうやって生活してる中で、あのラルフスってスーパーがあるんだけど、当時撃たれた日本人いたからね。俺らはラルフス夜中とか行ってたんだけど、日本人って見られるよりもさっき言ったようにハワイアンかって言われるぐらい、とにかく格好が汚かったから金持ってねえんだろうなみたいな思われてたから、危険な目っていうのはゼロじゃないけどあった何回かあったけどね、この映画はまあその古き良きなのか分かんないけど、アメリカのまあギャング映画で、とにかくアメリカのギャングとかね、日本以外のねギャングって、もうそれもう東南アジアもそうだよね、もうそれこそベタがいるタイにしてもフィリピンにしてもどこ行ってもギャングやばいから、本当に日本ぐらいだよね、そんなに、そんなにっていうかそこまで、まあ危ないやつは中にはいるんだろうけど、まあそれよりも警察の方が強いからね日本は。まあただうちはねベタ屋なんで、来るお客さんにはね皆さんにこれを紹介はしてるし、何度かお店のメインチャンネルの方の動画でもちょっと出てきてるんですけど、俳優さんがね結構いい俳優さん多いんで、まあ今見るとまあアウトサイダーとかそういうのってちょっと古臭い感じはするけど、まあその古臭さも結構かっこよかったりするんで、で何よりその映画の中でモノクロの中でベタが色ついてそういう場面もあるんで、ぜひ一度はちょっと見てもらいたいなっていう映画です。